ジャレット・ダドリーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身の元、プロバスケットボール選手、NBA のロサンゼルス・レイカーズなどに所属していた。西海岸のサンディエゴ出身のダドリーは、大学は UCLA や南カリフォルニア大学などの有力校ではなく、東海岸の主要都市ボストンにあるボストンカレッジに進学。4年間在学し、中心選手として活躍した。 2007年の NBA ドラフトでは、シャーロット・ボブ・キャッツから全体22位で指名された。2008から09シーズン途中、ラジャベルとボリスディアウトの交換トレードで、ジェイソン・リチャードソンと共にフェニックス・サンズに移籍した。サンズ移籍後は、出場時間が増えたことで、成績も向上し、2009から10シーズンは3ポイントシュート、成功率45.8%でリーグ4位を、記録。 2011から12シーズンは自己最高の平均12.8点を記録した。2011年のダドリー2013年7月10日、三角トレードでロサンゼルスクリッパーズに移籍。2014年8月26日、ミルウォーキーバックスに移籍した。2015年7月2日、ワシントンウィザーズに移籍した。2016年7月1日、 フルスのフェニックスサンズと3年3000万ドルの契約を結んだ。2018年7月20日、ダレル・アーサーとの引き換えにより、ブルックリン・ネッツにトレードされた。2019年7月7日、ロサンゼルス・レイカーズと契約した。2020年の NBA ファイナルにて、マイアミヒートを第6試合目で破り、自身初となる NBA チャンピオンを獲得した。 レギュラーシーズンプレーオフ身体能力でやや劣る、代わりに気持ちでプレーする選手で非常にしつこいディフェンダーとして知られている。オフェンスの方もあまり派手なプレーは見せない代わりに長距離シュートを得意としており、3ポイントシュートの通算成功率は40%近くを誇っている。ありがとうございます。